アンマイナス178アンマイナス178はアンマイナス148アンマイナス158をベースにウクライナのアントックアントーノーが開発中の短距離中型輸送機であるロールアウト式典の様子飛行中のアンマイナス178試作機アントノフは2010年2月5日にアンマイナス178の開発を発表した2014年には 同体部が完成し、同年11月に最初のプロトタイプ機の地上試験が開始された。そして、2015年4月16日にはロールアウトが行われ、5月7日には初飛行がおよそ1時間にわたってアントノフ飛行場で行われた。アンマイナス -178 は、 アンマイナス148と同様のアビオニクスと D-436 から 148FM エンジンを装備する。また、ウィングレットを含む、主翼外部、パネル、コックピットと、前輪足と、胴体全部は、アンマイナス158と共通である。機体構成は、高翼配置の緩やかな後体格付きの主翼に、T 字尾翼を組み合わせた典型的な形態である。機体は、 機体は、セミモノコックの円形断面を有し、アルミニウム合金及び複合材料が構成部材として使用されている。格納式膠着装置は、二つの主脚と一つの前輪で構成される。タイヤ数は、主脚前輪ともに二輪である。非行制御装置は、二重系統のフライバイワイヤであり、FCSA 及び FCSB の二系統で構成される。また、 緊急用の機械式ケーブルバックアップシステムを備えており、操舵面は、翼端付近にあるエルロン、4つの制御スポイラー、6つの昇降、スピードブレーキスポイラー、ラダーとエレベーターで構成される。エンジンは、アンマイナス148やアンマイナス158が、装備する D マイナス436から148より15%推力が向上した発展型。 D-435 から 148FM でパイロンを介して主翼下に装備され APU も備える。格納庫の大きさは a 百1 5 8より若干拡大されて長さ16.65メートル、幅2.745メートル、高さ2.75メートル、床面積40平方となっており、既存のすべてのタイプのコンテナやパレットを運ぶことが可能。 これに、最大18トンの荷物の積載が可能である。航続距離は18トン積載で1000キロメートル、10トン積載で4000キロメートル、5トンで5500キロメートルである。主翼の外反、操縦室と前輪足を備える全部胴体は、アン -158 から流用される。貨物室は大幅に延長され、両側の外部に主輪を備える。 西側には2015年のパリ航空ショーで公開された。アントノフは、アンマイナス12、アンマイナス26、アンマイナス32の光景として本機を売り込んでおり、2032年までに200機の売り上げを予測している。主な競争相手は、イタリアの C-27J マイナススパルタン、スペインのイーズカーサ C-295 マイナス、アメリカ合衆国の C-130J マイナス、 ブラジルのエンブライル C-390、ロシア連邦のいる -214 が想定されている。初言性能。ありがとうございます。